こんなものを発見しました。これは地下に用水が流れている証拠ではないでしょうか。とりあえずそう信じて進んでみます。まあ下調べもろくにせず、かつ地図すら持たずに出かけてるので、こんな目に遭うんでしょうね。近鉄の名古屋線と JR の関西本線をくぐります。お、緑道復活か。おっと、チェーンが貼られていて入れない。はった、水の広場？やはりもう庄内用水緑道ではないってことでしょうか。でもまあこのまま行ってみます。気を取り直して再出発です。
もう緑道というより単なる歩道ですね。歩道の存在も怪しくなってきました。用水っていうか、もう立派な川になってます。交通量の多い道に出てしまいました。完全に普通の歩道になってしまいました。国道1号線に出てしまいました。川まで戻って緑道を確かめます。緑道らしきものは見当たりません。とりあえず国道を渡って向こう側を確かめます。
川の方へ行ってみます。浴道らしきものは何もないですね。というわけでここらで終わりにしたいと思います。最初から最後までなんか締まらない感じになってしまって申し訳ありません。この公園で休憩して帰ることにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。